という感じですね。なんかこう注意書きが書いてありますが、これはですね、そうなんですよ。結構説明が書いてなかったりすることが多いんですけど、結構大事で、こういうベストアクスの DJ コントローラーって、結構このプラッターの部分の感度だったりとか、あと、まあ、この回転具合、ここがこうやってやると、この回転具合とか、いろいろ調整できたりするんですけど、やっぱりこう、使っていく間に徐々にこう、まあ、反応がちょっと弱くなったり、タッチの反応とかですね、あとは、なんていうんですかね、季節とか湿気が多かったりとか、まあ、そういう環境とかで結構こうここがちゃんと反応しなかったり、タッチがこうと触れば止まるんですけど、それがうまく反応しなかったりとか、離したらこう動き出すっていうのがうまくいかなかったりすることがあるんですが、このタッチセンサーっていうつまみが、こちらに、あ、ごめんなさい、こちらでした。前に出ますね。ここにタッチセンサー ADJ アジャストですかね、LR というふうになるんですが、まあ、ここを回して、この感度調整というところを、やってくださいという規制があります。まあ、これは、まあ、使用前にもそうですけど、なんて言えばいいんですかね、今後使っていく上でもやった方がいい、調節になります。ちょっとこれを取りたいんですが、結構しっかり貼ってあるのでうまく取れません。まあ、ちょっとこのままにしておきましょう。はい、じゃあ、電源アダプターをこれですね、挿します。もう接続も簡単ですね。挿して、ここに挿して電源アダプターをドンと、そうするともう光りますね。これだけですね。で、あとはパソコンを USB 接続します。USB ももちろんついてきてます。ちょっとこれあれなんで、用意したものを先につけときます。はい。こういう感じですね。これでも使えます。で、セラート DJ の、コントローラーなので、プラット DJ を立ち上げます。はい、こういう感じですね。で、ちょっと一回抜きますね。そうすると、これがソフトウェアをセラット DJ を立ち上げると、まあ、こういうオフラインモードって言われる、まあ、曲を選んだりとかだけですね、こうプレイリストを作ったりとか、そういうのができるだけの、画面になるんですが、コントローラーを接続することで、こういうふうに、あと、はい、これですね。DJ モードというか、こう、DJ ができる、画面に切り替わります。はい。で、もうこれですぐ使えます。あと、スピーカーの方も繋がるみたいですね。で、これも、また、まあ、ディテールを先に、結構、これ自体が、そういうクラブだったりとか、まあ現場、意識を現場で使うっていう、目的じゃないですけど、そういう風、設計じゃないですけど、しているので、結構本格的な、例えばこの、これバランスですね。バランス、マスターアウトのバランス、キャノンで、XLR でつなげますね。もちろん RCA でもつなげます。で、先ほども申し上げたみたいに、スタンドアローン、DJ ミキサーの機能があるんですが、それも、インプット A、インプット B という風で、ここに接続できます。で、ラインとフォローの切り替えがあるので、探偵をつなぐときはフォロー、CDJ はラインという風で、使い分けも。で、ここにアースもつけれますし、あとは、ここにトリムもありますね。結構これも、ボリューム調整とか便利なんじゃないでしょうか。で、これは各チャンネルのトリムで、で、このレベル自体は、このブースアウトのレベルになりますね。なので、まあ、マスター出力のつまみと思っていただいて大丈夫です。
であとは、まあ、こういうふうにマイクも接続できますね。普通にフォンもあれば、キャノンのタイプもあります。こちらもレーベルがついてますね。という感じで、まあ、今回はあの RCA なのでブースアウトに接続します。